通なら速攻ステージです。時間がかかれば苦戦していくわけだな。編成はこちら。攻撃を受ける前提なのですっごく時間がかかります。黒キャスト黒御霊は基本使えないな。奴が出るだけでこちらは一気に弱くなります。だけど勝つのは私どもです。時間がかかるため倍速。初期所持金を多めに準備して、攻撃頻度の短いキャラで攻撃。覚醒ムートを出せばポカしない限り、決まります。まあレベル30以上あっての話だけどな。今回厄介なのはタッちゃん。黒御霊と黒キャスは封じられてしまうんだぜ。アルパッカが出てくるのでルミナリアで対処。壁ワンコとリッスンの攻撃力が高いので、壁は出しておきます。攻撃頻度の関係で入金にやや時間がかかるな。仮にガチャで使えるキャラを当てても、第3形態にできるキャラはごくわずか、第2形態で使えるキャラを投入していきます。黒キャス出してるがやっぱり無理があるな。攻撃発生が早ければまだチャンスはあるんですが、基本勝てないようになっています。そうなると白ガルとルミナリアで対処していくわけだな。位置によっては地蔵も使えますが、アルパッカにやられたりします。メガロもタッチャンに勝てないから、持ちキャラのほとんどが封じられてる寸法だな。あとは再生産の遅いキャラが多いので、押されないように注意。タッチャンに攻撃されたら白なんてすぐ持たないからな。体力が続きませんが1ページを全力生産。金銭をちゃんと管理して、枯渇しないように立ち回ります。他に使える戦力っていないのか。接近戦はレベルが必要あのと、遠方は前述した通り使えないので難しいです。なんか随分押されてしまったな。非常にまずい状況です。白ガルの再生産に期待して、出せる攻撃薬をどんどん出していきます。タッチャン3体いるんだが大丈夫か。普通はここまで苦戦しませんからね。時間はかかりますが対処していきます。黒キャス出したのはもうやけくそだな。1回でも攻撃できれば道は開けます。チャンスが巡ってきましたが未だ帰還な状況。ルミナリアの再生産が間に合うかが大きな分かれ道。今出ている分だけじゃダメなのか。最後に劣化を受けたのでわからなくなりました。そしてルミナリアの再登場ってわけだな。厄介な黒いやつはいないので、押し切ります。なんとか倒せたな。初回で勝ってるんで大丈夫です。あとは壁ワンコぐらいか。しかし速攻できないと苦戦するもんだな。対処する方法があるだけ十分だと思います。この先どんどん難しくなっていくので、この勝利を嬉しく思いましょう。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。タッちゃんが出てくると異常のように苦戦します。主力がほとんど使えないんだもんな。